います。はじめに再度お願いをいたします。携帯電話をお持ちの方はマナーモードにするか電源を切るかしていただきたいと思います。第二セッションのためにはじめにお祈りの時を持ちます。共に祈っていきたいと思います。天の父様、皆をあがめます。第一セッションの賛美の時をありがとうございます。また第二セッションの時を迎えようとしています。どうぞこの第二セッションにおいてもあなたが豊かにご臨在くださり、御心の回収賛美、また御心の予言の言葉、御心のメッセージが豊かに語られますよう、どうぞ導いてください。今日この世界を通して、あなたのご栄光を表し、あなたの勝利を表してくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し、御手にお委ねして、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは前半の回収賛美を、東京アンティオク教会ヨセフ三本町牧師チームに導いていただきます。よろしくお願いいたします。それではお立ちになる方は共に立ち上がって賛美の時を持っていきたいと思います。大丈夫と神様の言葉があるなら大丈夫、いつでも心配心に描く未来を喜ぼう、その時はもう始まってる。喜びの歌を心から歌おう、共にいる神様の無限の恵み。喜び来て栄光を表す。感謝しよう感謝しよう、どんな困難も神様の大きな奇跡の舞台に。喜びの歌を心から歌おう、共に神様の無限の恵み。喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ神様が共に。喜びの歌を、喜びの歌を心から歌おう、神様の無限の恵み。喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ神様が共にいる。主に感謝しましょう。私たちの賛美の中に住まわれる聖なる神、すべての作られし者は褒め歌う栄光あれ。褒めたたえる命のある限り、力
と生まれと栄光を捧げます、とこしえに私たちの賛美の中に住まわれる聖なる神、すべての作られしものは褒め歌う栄光あれ。あなたを褒めたたえる命のあると生まれと栄光を捧げます、とこしえにあなたを、あなたを褒めたたえる命のある限り、力と捧げます、とこしえに。さらに私を褒めたたえ、また感謝をなしていきなさいと主は語られます。これから大きな働きの前に問題や困難が許されたとしても、その中において主を褒めたたえていくときに、主の圧倒的な勝利の技を見ていくと主は語られます。神の言葉に真に最後まで固く立ち続ける者たちは、それほどこの多くはないであろうと主はおさらいます。しかしあなた方においては、受けた神の言葉にしっかりと立ち、私があなた方に導く道を全うしていきなさいと主はおさらいます。私が表す栄光は非常に大きいと主はおさらいます。それでは賛美を捧げていきたいと思います。この道を行こう、この道だけが主に従う道、天に続く道。もう一度ご臨在の主に感謝を捧げていきましょう。ね、どうぞお座りください。それでは神の国と神の義を賛美しながら献金の時を持っていきたいと思います。献金の感謝のお祈りを FRH 教会ダニエル大重牧師にお願いいたします。
ハレルヤ、感謝いたします。ご愛の天皇と様、感謝いたします。今日も変わらないご愛の中に越して、素晴らしい賛美隊とともに礼拝に参加し、また東京カリスマ聖会の祝福にともに預からせてくださり、ありがとうございます。今インターネットを通しても多くの方々がともに参加しておられることを感謝いたします。今この場で捧げ物の時をも備えてくださり、ありがとうございます。これを聖別し、ご自身のご栄光のために用いてくださることをありがとうございます。祝福を感謝いたします。イエス様のお名前によってお下げいたします。アーメン。それでは東京安定教会所属町田教会のパウロ・ユミノ牧師によるセミナーの時を持っていきます。ユミノ牧師、よろしくお願いします。それではセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書をお開きしたいと思います。第一コリント人への手紙14章1節をお読みします。14章1節、愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。私たちは毎月ですね、この聖会の中でセミナーの時を持っています。で、今日はですね、この御霊のカリスマ宣言の本の11章の奇跡の賜物というところからですね、学んでいきたいと思いますけれど、2014年が始まりましたけれど、私はですね、非常にこう2013年、私たちの新年度は11月から始まるんですけれど、去年のこの歩みにおいてですね、すごいこういろいろ変わってきたなということを思わされるんですね。で、その中でやはりこの賜物の働きっていうのがこれから大きく用いられていくっていうことを深く感じさせられています。例えばですね、去年の歩みにおいてもですね、この終わりの時代を知らせるような事柄がたくさん起こってきました。例えばカトリックの、ね、法王がベネディクト16世からフランシスコ1世に変わってですね、でその中でなんかいろいろな発言がね、問題になってるんですね。で、私が直接聞いたわけではありませんけれど、何語で喋ったか分かりませんけれど、しかし同性愛を容認する発言とか、あるいは、無神論者でもね救われるっていったような発言とかですね、キリスト教としてはちょっと考えにくい、ね、内容が語られたりしてるんですね。で、それを警告してる方々もおられましたけれど、しかしそういったちょっとおかしな動きが出てきてるっていうのをね、私たちは見ておかなきゃいけませんし、そして、エキュメルカル的な形で、今の方の方はですね、いろんな宗教の方と話し合いをしてるんですね。で、終わりの時にこの反キリストともに偽キリストというのが現れます。で、偽キリストというのは、ちょっと偽キリストですからね、そのクリスチャンに似せてそういった形で動き出すんだと思われます。で、その中でですね、やはりちょっと法の動きも気をつけておかなきゃいけないなということをですね、思わされるんですね。で、それだけじゃなくて、その同性愛がね、一般的にもすごい大きく広がりを持ってきました。で、アメリカでもですね、6月には、最高裁でですね、結婚保護法ですかね、結婚は男女に限るっていう法律があるんですけれど、それとまたカリフォルニア州にあった、
同性婚禁止条例、これに関してですね、最高裁がそれは違憲だという判断をしちゃったんですね。でクリスチャン国です、アメリカは。キリスト教を土台として動き出した国で、そういった動きが出てきている。で聖書に反する動きがですね、次々こう動き始めているっていうのはですね、ちょっと私たちは気をつけて見ておかなきゃいけないなということを思わされます。でその中でですね、確かにいろいろな形でね動いてきてますけれど、その終わりの時っていうのは、やはり私たちはその賜物がね大きく用いられる時だっていうことをしっかり捉えておく必要があるんですね。で私たちこの教会全体の歩みの中でもですね、神様はいろんな働きをこの去年の中でなしてくださいました。それは20年来語られてたね、この北欧の宣教団体との関わりを開くっていうことをね、ずっとこう言われてたわけです。20年ぐらい前からですね、予言を通して語ってくださいました。でもずっとこう何も起こんなかったわけですね。ところが去年になってから突然そのちょっと前に ECI の方の関わりが開かれ、そしてまた去年のなってからですね、ワールドオブライフっていうこのスウェーデンの団体の関わりも大きく開かれてきたんですね。まさにこの北欧の宣教団体との関わりが開かれて、そして働きをリバイバルに向かって働きをする大きな段階が引き上げられたということを思わされます。それとともにこの東京アンティオキア教会では、以前からこのユダヤ人伝道がね最終的な飯だということを語られています。でその中で非常に不思議なことが起こってきたんですね。それはやはり20年ぐらい前ですね、私が国分寺にいる頃からですね、徹夜祈祷会なんかでロシア系ユダヤ人との関わりを開くとかですね、そういった予言が出てたんですけれど、ずっと徹夜祈祷会、満月祈祷なんかでね、御心の関わりが開かれるように、あるいはユダヤ人との関わりが開かれるように、御心のユダヤ人、ロシア系ユダヤ人との関わりが開かれるようにってこう祈っている中でですね、去年になってですね、突然イスラエル行った時にロシア系ユダヤ人との関わりが開かれてしまったわけですね。そしてまたそこでパウロ牧師が奉仕する恵みにも預かったんですね。そしてまたその後にですね、ヨーロッパチームへ行った時にはハイファにおられるロシア系ユダヤ人の牧師さんとの関わりが開かれて、そして一気にねロシア系のユダヤ人の方との関わりが一気にこう広がってきてしまったんですね。で今まではちょっとそう考えられなかったようなことが次々こう起きてきてるんです。そしてやっぱりこれは神様の働きだなってことを思わされるわけですね。ずっとこう祈って何も起こらないできたのが、突然といった形でこうバッとこう開かれ、そしてその関わりっていうのがね、ユダヤ人だけでなくこの北欧の宣教団体とかですね、あるいはヨーロッパでまた再び教会がねスタートしたり、本当にこう次々と起きてきてるんですね。で神様の働きなんですね。で神様はそれを見せてくださってるんですね。で賛美においても安らぎの歌から風の響きという名前にね神様が変えてくださいましたし、それからいろいろ賛美においてもですね、路上ライブをしたり、あるいは賛美する中でいろいろこう働きが違ってきてるっていうことをね、見せてくださってます。で確かにこのいろいろな形で神様が新しい段階ね、働きを導いてくださってるなっていうことを本当にこの強く思わされるんですね。で、あともう一つは、先ほど感謝と賛美とリバイバルキャンプのね、案内がありましたけれど、マーリンさんが昇天して、で感謝と賛美のね、継承、まあいろんなところの教会がね継承を受けたと思いますけど、私たちもその継承を受けて、そしてまた今まで何か頼ってきたお父さんがいなくなっちゃったっていう感じでね、私たちがそれをもっともっとやっていって、それを通して神様の栄光、神様の栄光を表してくださるようにね、徹底してその感謝と賛美をしていかなきゃいけないっていうことをね、また教えてくださったんですね。でこう次々とこう段階が変わってきた。そして世の中でも終わりに近いような働きがいろいろな形で起きてきてる、まあ、フィリピンの台風もそうですし、いろんな本当にね今までなかったようなことが次々と起きてきてるんですね。で、その中で、神様がですね、今私たちを導いてくださってる。そして、聖書にはですね、その
終わりの時に賜物が大きく用いられるということがこの記されているわけですね。使徒の働きの2章の17節以降にこれはヨエルの予言が書かれているんですけれど、読ませていただきます。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。でこれはもちろんペンテコステの時に成就した予言です。しかし後半のところを見てみると、この主の大いなる輝かしい日、これは再臨のことですけれど、再臨の前にまた再び、この聖霊のね、素晴らしい働きが表されるということが書かれているんですね。そして、この、太陽は闇となり月は血に変わるというのはですね、まさに黙示録の6章の、12節ですね、同じ表現が書かれているんですね。ですから黙示録の前半、第6の本だと思いますけど、その前半のね、観覧時代の前半の時にすごいこの聖霊の顕著な働きが表されて、そしてリバイバルが起こると私たちは考えています。でそれに向かって今私たちが進んでるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいのと、そしていろいろな事柄を通してですね、今まさにその方向へですね、神様が非常に速いスピードで私たちを導いてくださってるっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。そしてその中で、この賜物の学びを神様が私たちにしてくださっているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、このテキストの方に入っていきたいと思いますけれど、奇跡の賜物ということで書かれているんですね。でもちろん賜物の働きというのは神様の働きです。そして賜物を用いていくときに私たちはいつもこの気をつけなければならないのは、この賜物は教会に与えられているものであるということですね。ですから教会の管理の中で用いていかなければいけない。ですから教会に立てられた霊的な立てられた牧師さんに従ってやっていくということですね。そして、その教会の管理と秩序の中で用いていくときに大きな技が表されてくる。そしてもう一つは、特にこの予言に関して、また霊的なものに関しては必ず吟味が必要であるということです。ですから、この霊的なものに関しては必ず吟味しなければいけない。本当にそれが神から来たかどうかですね、それをちゃんと吟味して用いていくときに正しい用い方になっていくということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この本にもですね、最初のところに、聖霊の賜物は神のものであるって書いてあります。で、聖霊の賜物の働きはですね、これは神のものなんですね。ですから私たちのものではないということをぜひ覚えておいてください。確かに、私たちがそれを委ねられて、そしてその賜物の働きをしていきますけど、これは私たちのものではないんですね。神様の目的のために使われていくものです。ですから例えば私たちが通していろいろな神の技が賜物を用いて表されたとしても、自分の働きではなくて、これは神様がなしてくださっている神の計画の中にある働きであるということをね、それを捉えておいていただきたいと思います。で、日本人はですね、人を崇める傾向にあるわけですね。ですから何かしてもらったら、あの人のところ行けば癒されるとかね、なんかいろいろこう言ったりするでしょう。そしてまた今ちょっと前にね、偶像礼拝のところへ皆さん一般の人たち行ったと思うんですけど、そういったところへ行くとね、一回お祈りいくらとか書いてあると思うんですね。でも私たちはその祈りやなんかに値段をつけてはいけないんですね。なぜならこれは神様のものだからです。神様から与えられているものはただで与えられているものはただで、また受けたものは他のところに与えていくということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、
駒になってしまうことがないようにですね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。そして、賜物の成長は祈り聞き従うことからということで書かれています。で、聖霊の働きに関してはですね、こう学んでいく段階があるわけです。で、最初はですね、賜物についてまず知ることです。そして、それを信じて受け取っていくことですね。そして、賜物を使い始める。そして賜物を成長させる。そして賜物が成熟レベルに達するという、こういう段階があるわけです。で、賜物の働きなんですけれど、まあ、最初はこの本に書かれてますように、賜物の最初は原石のようなもので磨き訓練していかなければなりません。しかもこの賜物は私たちの能力のように努力して私たちが引き上げるというわけにはいきません。ですから、神によって引き上げられ、より神が働くようにしていただくということですから、通常の訓練とはポイントが違いますということです。で、多くの場合ですね、何か訓練するときに自分の力で一生懸命やってですね、訓練してやる、そして、なんか自分が思った通りで努力してやっていくっていうのがそうかもしれませんけれど、神様の働きをしていく上ではですね、これは神様がどのようにしたら自分を通して働いてくださるかということをしっかりと捉えてやっていく必要があるわけです。ですから訓練の方法が普通の何かをする私たちの訓練とは違うということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその成長していく第一のポイントが祈り聞き従うということです。祈り聞き従うということですね。で、これをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様の計画を行うときには、神様が言われることをやっていくっていうのが重要なポイントになってくるわけですよね。ですから、この聞き従うことそのものが神様との交わりから始まっていくわけです。で、交わりっていうのは祈りです。で、祈りを通して神様に求め、また神様の御心を捉え、そして賜物においてもそれを用いていくということになるわけですね。ですから、この祈り聞き従うということがこの賜物の働きが大きく開かれる大きなポイントになってくるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、神の計画を行うときっていうのは、この祈り聞き従う土台が必要であるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この聖書に書かれているギデオン、この方はですね、臆病者だったんですね。ところが神様の言葉に従った時に本当に考えられないような形でですね、300人対13万5千人だったかな、その戦いにですね、勝利を得ることができたんですね。なぜか神様が働いてくださったからです。で、神様に聞き従った時にこの神の技が表されたんですね。で、この聞き従うことっていうのは何においてもこの神の勝利とね、神の技を見るための一つの大きな関係があるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから成長していく上でもその聞き従う、祈り聞き従うっていうのは非常に重要ですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの賜物の働きにおいてですね、いろいろな技が表されてきたときに途中でやめてしまう方がおられる場合があります。で、これはですね、ぜひ注意しておいていただきたいと思います。で、やり続けるっていうのがね、この賜物を用いていくときに非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその時に、先ほどちょっと言いましたけど、この教会に属しているっていうことをね、非常に重要です。ですから、正しい教会観を持って、そしてその秩序の中で、そしてちゃんとした聞き従いの中で用いていくっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、このちゃんとしたね、秩序の中で、教会と秩序の中で歩んでいくときに、
賜物がですね、一つ一つ開かれていくということを覚えておいてください。そしてもう一つはですね、賜物の使用で管理の下で賜物を訓練するということです。で、これはですね、ここに書いてあるように私たちは聖書を通して賜物の働きの原則、範囲、正しい使用法、誤った使用法を捉えておかなければなりません。それに加えてコーチ、訓練し、管理してくれる人、霊的な事柄については牧師あるいは牧師に委任された人が必要です。それらを通して正しく賜物は成長しますということです。ですからこの賜物に関してはですね、やはりちゃんとした訓練を受けた方から指導を受けて用いていく必要があるということをですね、ぜひ覚えておいてください。例えば私がね、昔野球やってた時に初めて高球でね、バッティングした時に全然打てませんでした。で、ね、自己流に振ってたわけですね。で全く当たらないし飛ばない。でもですね、先輩からこうやってやるんだっていうことをね、学び始めてから打てるようになったんですね。でちゃんとした訓練を受けた人からちゃんとリードしてもらって、そして訓練を受けていく。でこれは非常に霊的な事柄に関しては重要ですので、そしてそのリーダーは必ずその牧師さんかあるいは牧師さんに委任された方、その方々に従ってコーチを受けていっていただきたいと思います。そしてその聖書的に用いていくということですね。で、ここに書いてあるのはですね、例えばこの祈りに関しても最初は祈ってても本当にこの聞かれてるのかどうか分かんない、祈りがポイントを外れてたりもするわけですね。でもクリスチャンになって何度も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 こう祈っていく中で、だんだんこの祈り方っていうのが学ぶことができて、そしてこの祈りは聞かれるなとかですね、こうだんだん分かってくるわけですね。そして祈り方とか分かってくるんですけど、やはり何回も祈って、そしてまた失敗もし、そして、その中でね、聖書の原則をしっかり捉えて使うことができるようになってくるっていうことをぜひ覚えておいてください。ですから賜物にも訓練が必要であり、牧師の管理のもとにやり続けることが非常に重要ですということをですね、覚えておいていただきたいと思います。そして、ここに、この11章ではですね、その用い方がたくさん書かれていますけれど、最後のこの奇跡の賜物ということが書かれています。で奇跡っていうのはどういうものかっていうと、ありえないことが起こるということです。で例えばここに書かれているのは、がんが治るとか目が見えるようになるとか心臓が治るなどあります。で私たちにとってはね、お医者さんがそれはもう治らないって言ったらですね、それが逆に治ったら、あ、これは奇跡が起きたって思うかもしれませんけれど、これはどちらかといえば癒しの範疇に入るんではないかと思われます。で本当にその奇跡っていうのはありえないことが起こるっていうことです。この本に書かれているのは、例えば眼球のね、亡くなった人がそれが眼球が現れたとかですね、あるいはラザロのように、死人が蘇ったとか、そういったのが奇跡だという形で書かれています。で死人が蘇るということですね、これはちょっと本当に驚きますよね。アフリカなんかでは、随分その賜物を持った方が奇跡を、ね、賜物が用いられて本当にこのたくさんの方がね、生き返ったっていう話も聞きます。でも確かに奇跡っていうのはこれから起きてくるんです、日本でも。でいろんなね、奇跡っていうのはあると思います。例えば聖書の中でもね、このカナの婚礼の時には水がブドウ酒に変わってるわけですよね。でこれも普通じゃありえないことですよね。水っていうのは H2O で、それがアルコールになる、なんとか OH のなんとかですよね。でそれにこう物質が変わっちゃう、これはありえないことですよね。奇跡が起きるんですね。それから5000人の給食もありますよね。で2匹の、5つのパンと2匹の魚があってですね、そして分け与えていったらいつまでたっても、
このなくならない、そして最終的にはね5000人って書いてありますけど、あれは男だけで5000人ですから、全体だったら当然1万人以上、ひょっとすると2万とか3万いたかもしれません。それだけのものをですね、ちょっとした形で分け与えることができちゃったということですね。でこういったのはやはり奇跡ですよね。で私も話で聞いたことがあります。なんか南米だったと思いますけれど、どっかで奉仕してる時に、なんか貧しい人たちにお肉をこう切ってね配っていった時に、何こう切っても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 全然なくならない。そしてですね、そこにいた人たちが十分、まあ、5000いたかどうか知りませんけど、十分賄われたっていうね話を聞いたことがあります。ですから確かに神様は生きて働いておられ、そして奇跡を表してくださるんですね。でこの本には遠でね、車で走ってる時にガソリンがいつまで経ってもなくならないで、そして目的地までたどり着いたっていう、そういう奇跡の話が出てます。で私もですね、実はこのように似たものを体験したことがあるんです。アメリカに住んでる時にね、ニューヨークにいた時にボストンへ行って車で帰る途中にですね、車のガソリンのメーターがもうなくなってきて、もうガソリン入れなきゃいけない、でもガソリンスタンド全然ない。そしてですね、見るとですね、さっき見たところからいつまでたってもメーターが落ちていかないんですね。あれこれメーターが壊れたのかなと思ってですね、昔のね車はこれが不安定でいい加減な表示が多かったんですが、最近のは結構リニアにね分かるようにできてますよね。でも全然、まあ下の方になるとねずっと下で止まっちゃう場合もあるんですけど、そのちょっと手前ぐらいでね、で私は絶対これは壊れたんだと思ってたんですね。ところがですね、ガソリン入れに行った時に何ガロン使ったかっていうのを見たらですね、ちょっとおかしいんですね、計算したのと。でそうするとですね、あれ、まあ、こんな全工程分をね賄われたわけじゃないですけれど、おかしいんですよ、全然使っただけのガソリン分減ってない、どうしたんだろうと思ってですね、不思議に思ったことがあるんですね。で確かにこの神様の奉仕をねしに行って帰りだったので、神様が働いてくださったなっていうことは思わされたんですけど、まさかこの奇跡とはその時は何も考えませんでしたけど、でもそういう不思議な体験をしたことがあります。でこの神様のねなされる技っていうのは本当に私たちには考えられないような技をなしてくださいます。ですからこれからリバイバルに向かって、先ほど言ったように今本当にこの近づいてきてるんです。この終わりの時代が、再臨の時が、神様は目を覚ましていなさいと言われています。で私たちはですね、その周りの状況を見つつ、本当に近づいてるなということで備えていく必要がある。でその時に、終わりの時に大きく用いられるのは賜物の働きです。先ほど言ったように、この観覧時代の前半にはすごい大きなリバイバルが、世界の大きなリバイバルがこの起こされるんです。もっともその前からいろんな技が表されるでしょう。そして神様はこの学んで、そしてまた用いていく人を用いられるんです。ですから今私たちはですね、一つ一つこの賜物を正しく学び、聖書的に学び、そしてそれを用いていく必要があるんです。で今は日本ではその人が生き返ったとかそういう話は聞きませんけれど、これからそういった技が表されていくんです。なぜなら聖霊の働きが顕著な形で表され始め、神の技がこの日本の地を覆うからです。そして世界中にその働きが大きくこの広がっていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。これからその働きを担うのが私たちであるということを覚えてですね、もちろんやっていかなきゃいけませんけど、それを覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。このセミナーを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。